はい、こんにちは。イズマイホームの田辺です。今日もよろしくお願いします。今日はマイクがないのでまた音量が小さいかもしれませんが、張り切っていきたいと思います。さて、今日はですね、こちらオキシクリーンという商品を無双タイのパワーコメディで購入しました。こちら何かと言いますと、酸素系の漂白剤です。本当は塩素系の漂白剤が欲しかった、塩素系の漂白剤を購入しようと思っていたのですが、あまりにもこちら、酸素系の漂白剤を勧めていたので思わず買ってしまいました。酸素系の漂白剤のいいところはですね、元の色に近づけるということですね。例えばこちらのシーツと、こちらのシャツを入れ一緒に洗った時、塩素系ですとこっちのシャツも、白くなってしまいます。ただこういう酸素系の、漂白剤ですと、単純に汚れだけ落としてくれるということです。ただ、正直やはり、ちょっと酸素系は漂白力というか、白くする力は弱いかなというのが、個人的な印象です。ただ今回のオキシクリーンですが、血液黄ばみ汗じみ食べこぼしなどに、漂白も消臭も OK ということで、購入しました。どういう用途がいいかっていうのはここまで言えば、ご理解いただけるかと思います。で、今日ここに、こういうシーツがあります。ちょっと汚れてしまったんですね、こちら。具体的に何で汚れてしまったのか分かりませんが、こうやって、青くなってます。ちなみにこちらすでに1回、洗濯しております。ただ普通に洗濯しただけでは、落ちなかったので、漂白剤を買い求めに行ったわけです。で、ただいまから、こちらのオキシクリーンを使って、こちらを漂白したいと思います。で、テレビ CM じゃないですけど、僕がそんな嘘をついてどうするのかっていう話にもなりますけど、要は白いものを先に撮影して後から汚れたものを撮るというのがないように、一応日時を確認していただければと思います。で、普通の時計ではなくて、このインターネットで、例えば時間と検索します。そうすると、こちらに見えますかね、20時46分に日曜日2018年9月9日と出ております。ちょっとつけ置きして、マニュアル通りに、ちゃんと温水で、混ぜて、でつけ置きしてから、洗濯したいと思いますので、次の撮影、漂白後の撮影がいつになるか分かりませんが、結果はいずれにしろお届けしたいと思います。次回の放送を楽しみにしていてください。それでは今日もありがとうございました。洗濯頑張ります。失礼します。ちなみにこちらはまだ開いてませんので、これから開けるところからっていうのも始めますね。一応こうやって、こうやって開けて、これで、本当にこれから洗濯するんだなっていうのが、理解いただけるかと思います。ここが入ったらもうあれはないですね。それでは、洗濯行ってきます。ありがとうございました。失礼します。